石原明の経営のヒントプラス第32回目です。40代の方から現在玩具製造業のマーケティングをしています。少子高齢化に伴い新規事業を模索している中で、高齢者向けビジネスや IT ビジネス、健康ビジネスと多種にわたり手を出し、どれかが当たればいいという社長判断で新規事業を進めています。私はどれに集中すべきと思っているのですが、社内新規事業を進めるにあたりアドバイスいただけないでしょうか。この社長さんやってること正しいよね。全然正しいよね。でこれ別にどっかに集中する前の話でしょ。多分このマーケティング担当者の方とその経営者の方のお金に対する考え方、投資に対する考え方が違うと思うんだけど、社長さんはいやいやいや、いろんなことやってみてその中で当たるものを見つけてどっかに集中するっていうふうに思ってると思うよ。ところがこの担当者の方は最初から1個決めてやった方がいいっていうふうに思ってるんだけど、最初から1個に決めたら当たらなかった時にも大騒ぎじゃん。自分の今の事業がうまくいかなくなってて、そっから作る新規事業でしょ。だから今の自分事業がうまくいってて、なんかこれやってみたいからやるっていうのと全然違うじゃん。そうですね、外れられないんですよ。だからこの社長さんがやってることは正しくて、いくつものことをまず調べてみるんですけど、調べるっていうのと本当にその事業開発って言った時は、調べるだけじゃなくて実際に売ってみるとこまでやんないと、これが本当に売れるのかとかってわからないじゃない。だからこのやり方は正しいと思いますね。ただもっと言うと、事業がうまくいかなくなったからやり始めらってしまったことはまずいですね。なんでかっていうと、事業ってのは必ず上がって下がるじゃない。この上がって下がるってやつのサイクルとかがどんどん短くなってるでしょ。だから1個当たったらもう次も探していかなきゃいけないから、同時並行でやるしかないんです。だから会社の資産とか資金をどこに投入するかっていうこととかね、組織上の問題もあると思うけど、新規事業開発みたいなものは予算の枠をいつも取っといて、必ず人数そこに少し割いてやんなきゃいけないね。で、それも含めて経営って考えておかなきゃいけなくて、逆に言うとそこがなくて決算してるとそこで回っちゃうでしょ。利益出ましたとか言うんだけど、その利益は何かっていうと今生きてる利益だね。未来を構築するところまで事業をやって、そんでもって利益出さなきゃいけないっていうところが欠けてるでしょ。うん。それからその新規事業開発ったって今日の明日にできるもんじゃないから、常にやりながらこれは当たるかもしれないっていうのを、まあ3個とか5個とかやっていてっていうことが必要ですよね。だから本当はそこまでこう変えちゃったらいいんじゃない、これを機会に。実際も本当にここにあるように、それぞれのいろんなものをやり始めて、それなりに、まあ、資金とか人を投入しちゃってるのであれば、うん、この方が不安なのもちょっと分かるような気がする。ああ、それだからその現場目線だから、経営者目線とは全然違う。うん。もう自分が経営者になったら、まあ、今の事業壊れるんだから、ほんな怖くてしょうがないじゃん。あるお金でいろんなことやってみて当たり見つけるしかないから、当たり見つけるってどういうことかって言ったら、これやったらいいんじゃないかじゃなくて、あ、実際売れたわと、いやこれ儲かったわ、そうそうそう。で今多分この社長はいくつかのことやってるでしょ。いけるってなったら全部切ると思うんですよ。 IT がいけるって思ったら、はい、全部の部門も IT にするはずですよね。健康ビジネスだったら、はい、もうこれやめとかこっち行くから、なんで社長やるって言ったじゃないですかって、いいんだよお前たちこっち行くんだよって、多分そういう風な感じの社長だったら楽しいかなっていう感じがしますね。独立する人いるじゃん、新規事業とかでさ、それとか脱サラする人いるでしょ。みんな何やるかって言ったら、友達にねえねえ、こういうふうに仕事だったらうまくいくと思わないって言うでしょ。ね、こうやって商品作ったら絶対売れると思わないって言うでしょ。それでいや絶対うまくいくよっていうのを友達が何人か言って独立しちゃう。これ絶対ダメなパターンですよね。なんでかわかる。こういうふうな形でこういうサービスしようと思うとかね、こういうふうな形でこういう商品を作ろうと思うんだけどどうって、あ、それは絶対うまくいくよって言ってるだけの話で、いやそれだったら俺かって言ってないじゃん。そう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 。ってことは、友達がいいって言っただけの話で、顧客はもっとシビアだし、でしょ？よく言うじゃん。なんか紹介とかして、じゃあもう早川くんから物買うよ、友達だしって言うじゃない。これ、なんで売れたの？って時に、いや、友達だから買ってもらったんですって言うんだけど、じゃあ友達、僕家売ってるんだけど、とか、売ってるんだけど、って言ったら買うかって話でしょ？人間ってすごい曖昧な思考してて、自分がなんで買ったかっていうこと自体わからないよ。で、お客もわかんないから。だから一番強いのが、知ってる人が来たから、じゃあ友達だから買うよなんだけど、絶対友達だから買うありえない。その商品やサービスが欲しくて対価と見合ってるから買ってるだけの話だから、だから本当の意味で独立できるかどうかは、わ、いやそんなことやんのって、俺すぐ払うお金っていくらいくらってお金出し始めたら成功。だからこれもそうで、もう本当始めちゃってるじゃんってこの人思ってると思うんですよ。でこれをもうあちこちに手出してるって思ってるんですよ。だって実験だってそんなのは。ほんでこの社長なんていうかって、もう社長は手出すことみんな失敗してるって言ってさ、評価低くなるかもしれないけど、経営は10個やって1個当たったらもう大成功ね。あとそれがなんか手も出さない、お金も使わない、人もそこに移行させないってなったら時間経ってアウトになるからね。商品仕入れる前に売るんだよ。本当に売れるってなったら仕入れればいいんだよね。よくまたこの逆やるやつがいて、売れないのに商品仕入れんだよ。もうこの事業するんだったら1個買うといくらで、10個買うといくらになって、100個買うといくらになりますよっていうであるじゃない。あ、100個買ったらこんな安いのかと思って100個仕入れちゃう人がいるんですよ。もう絶対
対ダメ。あの商品は赤字でもいいから売ってみる。もうもっと言うと仕入れる前に売ってみるんだよね。で、試しに売っちゃって、仕入れようと思って赤字じゃんでもそれでいいんだよね。でもそこで手応え持ったら、どのバランスで売れるのかってことになって、初めて仕入ればよくて、こう実際にこう事業を起こすとか、テストマーケティングとかね、言うけど、この辺までちゃんとやんないと無理ですよね。仕入れる前に売る。当然です。で、本当に相手がお金を払ってくれる。しかも複数の人がね。しかもどれくらいの間隔でとか、どの金額で、あ、これは儲かるぜと。今の事業と遜色ないねって言ったら、周りバタ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 閉めるはずだよね。たださっき言ったみたいに今になってやるのは遅いから、もう次はどうするかって言ったら、新規開発なり新規事業のをずっとやることを継続しておかなきゃいけないね、はい、で決算の中でも黒字が出たから OK じゃなくて、そこの部門そこの人を使いながら利益が出たら OK でしょ。これ全然違うよね。でそういうふうにこう同時に同時にやっていくような企業体制作った方がより良いね。そうで、そこがさ、あのいつほら事業が立ち上がるかなんか分かんないじゃん。だからそこの部門をずっと持っててもへっちゃらのような利益上げとかない、ちょっとダメ。うん、焦ってやるとアウトになる。石田さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。